ベルガルド包囲戦は、フランス革命戦争中の1793年5月23日から6月24日に、かけて、アントニオ・リカルドス率いるスペイン軍が、ボアブリューレ大佐率いるベルガルドトリデの、フランス中流軍を降伏させた戦闘。この包囲戦は、ピレネー戦争の一部として行われ、ベルガルドトリデを得たスペインは、ピレネー山脈の重要な通り道を支配することが、できた。 ベルガルドトリデは山上にあって、フランススペイン辺境のルペルティを見下ろしていた。六百七十八年以降、フランス王類十四世は、セバスティアン・ル・プレストル・ド・ボーバンの図面に基づいて、石像のベルガルドトリデを建設した。ベルガルドトリデは高さ三百五メートルのペルティ峠を守る位置にあり、ペルティ峠は、ピレネー東部における、スペインからフランスへの通り道のうち最も、 重要な道だった。ボーバンが、この地を見下ろす場所はないと述べたように、ベルガルドトリ出は、近くで標高の最も高い場所にある。スペインが1793年4月中旬に、フランス第一共和制に宣戦線布告すると、陸軍総司令官のアントニオ・リカルドスは、戦略上の問題に直面した。ベルガルドトリ出がフランスへの主要道路を支配している。以上。 リカルドスは、ベルガルドトリデを包囲、占領しなければ、その主要道路を補給路として使えなかった。そのため、リカルドスは、兵士4500人を率いて、ピレネー山脈を南西 20km のところで越え、サンドーランドセルダンで下山した。リカルドスは、フランスの守備軍400人を追い払った後、残りの軍勢4400人でテック川沿岸の、 セレにいたフランス軍と戦った。フランス軍は正規軍800人と国民衛兵1000人で大砲4本を有していたが混乱に陥って逃走した。フランス軍はスペイン軍のマスケット銃撃で100から200人を失ったほか、テック川を泳いで渡ろうとした人のうち約200人が溺死した。リカルドスの軍勢は負傷者17人を出しただけだった。 リカルドスは、ボワブリューレの軍勢が、スペインの補給部隊を襲撃できないようベルガルド砦、近くに派遣軍を配置した。セレを奪取したことで、リカルドスは、自軍をベルガルド砦の後ろに配置した。増援を受けた後、彼はさらに北東、トロイア近くまで進軍した。リカルドスのスペイン軍7000はここで、ルイシャルルド・フレイル少将を率いるフランスの東、ピレネー軍に遭遇した。 5月19日に正規したマデウの戦いにおいて、リカルドスはド・フレイルに勝利、ド・フレイルの軍勢は戦死150、負傷280、大砲3問、弾薬者6台の損害を出した。スペインは戦死者が34人だった。士気が低下したフランス兵は北の主夫ペルピニャンへ撤退したが、国民衛兵の一個大隊が反乱を起こして解体された。 リカルドスは追撃せず、バルセロナとの補給路を支配した、ベルガルド砦の包囲に専念した。アントニオ・リカルドス、1793年頃、包囲戦は5月23日に始まった。フランスの中流軍は少なくとも、大砲41門と九砲7門を有していた。スペイン軍の兵士6戦と、大砲34門はまず北側にある。 ソトホ2カ所への攻撃に集中した。フランス亡命軍のバレスピア大隊は、スペイン軍と共に戦った。リカルドスは5月30日までに入れ、万葉祭から1200ペースのところに設置された砲台に、大砲16門を配備した。6月3日、砲撃の後、フランス軍350人の守る、ソトホが降伏した。2日後、 ドラ・ギャルド要塞は水源を切断されて降伏、フランス軍200人が捕虜になった。包囲戦の最中、フランス軍3350人が輸送部隊を要塞に護送しようとしたが、5月29日に追い返された。その後数週間、スペイン軍は城壁に穴が開けられるまで砲撃を続けた。この時点では、フランス軍の大砲五十門のうち十二門が、 降ろされていた。強襲の危機がある上、守備もままならなかったためボワブリューレは6月24日に降伏、残りの中流軍は捕虜になった。フランス軍の損害は戦死30、負傷56、捕虜1450だった。スペイン軍の損害は不明だった。ベルガルド取りを確保したことで、スペイン軍はペルティュ峠を補給路として使えるようになった。 リカルドスはルシオンの主夫ペルピニャンに進撃したが、1793年7月17日のペルピニャンの戦いで敗北した。ドフレール率いるフランス軍12000の損害は、死傷者800人、脱走者600人、大砲1門であり、スペイン軍の損害は約1000人だった。ドフレールはリカルドスがベルガルド砦を包囲している間に新しく、 徴兵された兵士を訓練して、ペルピニャンで野戦築城を行った。フランス軍は9月17日のペレトルテの戦いで、再びスペイン軍に勝利したが、その5日後のトロイアの戦いでは、スペイン軍が勝利した。ありがとうございます。